こちら2023年春新製品の23タツーラスピニングモデルになります。こちらですね、特徴3つございます。まず1つ目、エアドライブデザインの搭載機種ということです。昨年ですね、イグジストに搭載されておりましたエアドライブデザインなんですけれども、こちらタツーラにも搭載されております。大きくですね、リールのローター、ベール、スプールといったリールの前側の部品を軽量化することによって持ち重り感の軽減につながります。どうしてもリール結構こう頭下がりになりがちなんですけども、より水平に近い形のバランスにすることで持ち重り感の軽減ですね、つながっております。キャストだったり、まあ、シェイクのようなバスの釣りですね、かなり疲れにくい、操作性が上がっている、そんなエアドライブデザインを搭載しております。そして2つ目、このボディです。ザイオン V 製のモノコックボディを使っているので、軽いんですけども強い、しっかり巻ける、そんなリールになってます。そして3点目ですね、ドラグ、こちらかなり良くなってます。こちらもイグジストに搭載されていた ATD のタイプ L というドラグ使ってます。ドラグの初動のレスポンスが向上しているので、よりですね、フィネスなライトライン使っているような時にもかなりメリットの多いドラグになります。そしてもう見えてるかもと思うんですけども、ドラグでもう1点、実はこちらクイックドラグ標準搭載となっております。これかなりすごいですね。なので、まあ、ドラグの面で言いますと、滑らかになった ATD のタイプ L とこちらのクイックドラグ搭載しているので、かなりバスフィッシングにメリットの多いドラグになっております。でこちらかなりですね、台場の最新テクノロジーフルスペックで詰まっております。で、まあ、お値段2万円台ということで、かなり買い求めいただきやすい価格かなと思っております。はい、ぜひですね、ビーアスエアリティとかであった最新の機能が、はい、もういきなりその2万円台で買える機種に、そうなんです、そうなんです、一気に落とし込まれてきている。そうなんです、かなり、まあ、コストパフォーマンスの高い1台かなというところです。じゃあ入門してちょっといいリール使いたくなってきたなという人には、まさにお手付けの場で、はい、になってくる感じなんですね。そうですね、まあ、これからのスペックアップの方も、あのステップアップの方もそうですし、ちょっと、まあ、バスって結構タックル揃えると思います、はい、その時の、まあ、2代目3代目としてもものすごく優秀なリールです。そうですね、もうタトゥーラで揃えていただいても全然いいと思います。このやっぱタトゥーラのなんていうか、個人的にはあのスパイダーみたいな、はい、このロゴがこちらですね、入っている、はい、で黒銀っていうこのボディデザインもなかなか今までになかった感じのバランスなんで、はい、そうですね、いや買いやすいんで、とにかく1台ちょっと買ってみたいと思います。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。釣り子 TV です。バスを釣るときに水深が岸から測れたら、こんなに便利なものはありません。ディーパー魚群探知機だったら岸から水深水温測れちゃいますよ。詳しくはウェブサイトをご覧ください。